Select your character. Jubei. Mai, Natsume. Yose.意外に大変なんですね。行きましょう。本日、5月最初の大会、5月5日子供の日ですね。ゴイチャリのブレイブル週末大会は9名のシングル戦で開催となります。さあ、今日は関西で KSB、がね、昨日今日明日と3日間行われる関係で、まあ、マイスター、和田校などはハットなどはね、遠征で既に関西へ行っておりますが、顔を開ければ、みんな集まっていただきましてありがとうございます。9名のシングル戦のリーグ戦で開催です。あ、もう大丈夫です。ありがとうございます。さあ、いきなり OD コンを決めているのは前、最高化粧級浅い。さあ、そして 1P 側ですが、容姿がね、そう、ジューベを、始めたわけで、それにつられて周りもじゃあジューベやるかみたいなオーラが何か使ってるとね、やっぱりなんか、まあキャラ隊も対戦してキャラ隊も跳ねるんでしょうけど、使ってみようかなってやりますよね。これは今日容姿の動画を、ちょうど容姿対マジの動画を作ってたんですけど、なんかジューベ面白そうだなみたいな、結構いい感じに動けると面白そうだなみたいなところがあって、まあ、強くはないんでしょうか。あとこれは C が、新姫より使っちゃいましたね。ちっちゃいしね、ちょっとあるあるっちゃあるあるなんでしょうが、さあまず一歩前進したのはジューベ。さあ、すごいことになっているわ。わーっと、これはバースト読みか。無駄にバーストオーディーじゃなかったですね。綺麗に飛び越えられてしまい、最後はディストーションフィニッシュ。さあ、ただリーグ戦なんでナックさんはまだあります。次ナック対アボン、お願いします。よろしく。さあ行きましょう。この回の対戦もみんな久しぶりだな。アンピーガーがアボンナオとスーピーガーがナックマイです。さあディークルセイナーが当たる。なんと西井体育を狙ったがスカってしまって即バースト。ベリン、ベリン、ベリンバンバン行く。さあバンバン行きます。バンバン。さあちょっと動きがぎこちないぞこのナオト。ワオ。これはバレてる。わあなんかすごかったね。なんかおもむろの今バニシングですね。ゼロ距離からというか。初感染すら見えなかった。さあニュータイプだ。
さあ CA 使っていくがこんなにプレッシャーないでしょみたいなところがあるんですけど、さあでもゲージもったいない感じはありますね。ファントムペインはバレバレだったか、これはどうだろうね。残るか、残りますね。やっぱこのも知らない。ガキャン OD からしかしゲーダン、さあこれは太いです。一歩選手したのは前、カジミカウンターうまいが D クルスが出ない。わおわお、あはさあダッシュ D クルセイダー後ろの方からジャンシーで殴られてしまいましたが、ファントンペイン置いてある。安定コンボね、安定コンボの3000減るからね。さあダウンを取る、どうする、うわー、タッチフェイタルカウンター、ここで OD に入って、これは残ったが紫投げごまかしていきました。さあ勝利したのはナックンマイ 2-0。 はい、じゃあアボン対ヨーシですね、お願いしたいと思います。さあ 1P 側がヨーシジューベ、 2P 側がアボンナオズ。さあ A ブロックはここで、最後となる可能性が高いですが、まあ特殊点差次第によっては特殊点差でも引き分けですね。特殊点差でも引き分けになった場合はさすがにもう一回やるかなみたいなところはありますけど、さあ中断、必要な中断、リターンはないですけどね。さあここはしっかりコンボを決めていく、うまいぞ、痛い、残念100、4Dカウンター。さあワーストで流れを切らさないでいくが、これはガード間に合いましたね。さあダンシーの2段目だっけ、下段かなんかが当たる、これ端から端まで運ぶんですね、なんだかんだで。さあ弾は打たなかった、中断。さあふよふよしておりますが、おもむろにね、このウルバリみたいに寄ってくるのやばいですね。さあこれはクルセイダーの裏に回るジャンプだが、コンボできない、あるよ、投げは通る。なんとダッシュカウンター出てないが、ここはレイドに変えてフォローしていく。さあじゃん、何、どういうことなの。さあバトリングウッチは終わるんですけど、ジューベ使ってないと分かんないですが、これは中断。さあ一本選手したのはジューベ。さあ球を投げるが球は弱い、今よく裏側をしましたね。 AB 出そう。さあ接戦から降りてきて、さあ黒いマークみたいにつきますけど、あんま気にしなくていいですね。さあこれはチャレンジ 2B 指導です、悪くはない。もう 2C がね、森って減るんですよね。さあ分かんないぞこれ、4500、悪くないどころかすげえ減りましたね。あっとこれは普通に響き張りのジャンプで飛び越えながら背中を当ててきました。勝利したのは容姿の10名というわけで、 A ブロックは容姿10名が決勝リーグ進出1人目ですね、決定となります。おめでとうございます。
The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、行きましょう。ワンピーガーはもう対戦では使わないですよ、ゴリゴリですよとか言っていた、ゴミくんですが、10名に戻ってきました。そしてスーピーガーはデリス使いかと思ったら響きも使っていた。アサビシの響き勝率はいいですね。さあでもしかし響きしっかり使っただけあります。ジャンスをちゃんと直側してね、吐き切れておりますね。ポンポンポンで巻き込まれるがここ非常にひどい、難しいか。さあ被弾症回もしっかりガード、中断。さあ中断しつこくいく、これは綺麗に決めていきます。まず一本選手したのはゴミクズ。なかなかやるよといった感じですね。逆に分かんないじゃないですか、これは。見えますか？足が長い。足長い。さあ、リビアマジ長いです。これは下段からのチャレンジで一気にダメージ奪っていきますが、段は取れない。さあ、6BB エアが足長い、マジで。BB で飛ばしてくる、BB で差し込んでくる。わあ、6D が事故った。さあ、早いですね。まず、今日10名強いぞ。ゴミクズの10名がアサビシを下して、一勝。アサビシはマチマイとの対決となります。じゃあ、じゃんけんでワンピー、ツーピー決めてください。さあ行きましょう。ワンピー側はアサビシの響き、ツーピー側は今日最高段位ですね、マチの前です。さあ、もう十分分かんねえって感じですけど、大丈夫、俺も分かんないです。この前ね、結婚式でイベントでね、このゲームのプランナーの、加藤さんと対戦させていただいたんですが、加藤さん本当はね10名使うつもりだったらしいんですよね。ただ、カキュンさんのプレステ4どうせダウンロードコンテンツのキャラいないでしょみたいな感じで、ナオトにしたらしいんですけど、まあ、読みは鋭いんですけど、さすがにそれは失礼だろうってことで、誰がね、攻防対戦で2戦目は1戦目は加藤さんで、2戦目はね会場にいる皆さん対戦しようってことがこうあったんで、誰と当たってもいいように全く使う気はなかったんですけど、1週間前に全部ダウンロードコンテンツを買ってね、準備万端にしといたんですが、結果的にその加藤さんの心遣いにより加藤さんは直人を使うということで、ナオトだったら俺も分かるよということで、無事にね、分かる分かんないとかいう試合じゃなかったですけどね、酔っ払ってたからね、びちゃびちゃしてましたけども、まあそういう話があったということですが、こうして見ると動けてる10秒を見るとね、確かに分かんねえみたいなところは結構あると思いますね。ナオトも最初こそね、なんか幻惑的なD キャンセルとか、そういうところでね、ちょっと分かりづらいというかトリッキーな部分もあったんですけども、さすがにもう、3戦からね結構経ってますので、ナオトや響きを分からんって人はあんまり、いなくなりましたね。さあ、あのタッチ B の拾いが難しい。今のはバースト下が結果的にちょっと様子見ても良かったですね。タッチ C 出してましたね。西列島からドンフォーノみたいなコンボと思いますけど、さあこの西ディレイ A ヒメイリはウェイレッパと暴れを潰すわけなんですけども、引っかからない。
2手目は2手ガード。さあ困っている、困っているぞ。わー決めるカウンター。あー 6D 本人が行ってしまった。これは迂闊というか、きっちり、刺されまして、勝利したのは町の前。前に 6D は確かに置かないですね。 6D も 8D も怖いな。テイクダッシュというかジャンプ C が強すぎるんで、なかなかね打ちづらいかなと。ジャンプ D とかも多分本人行くと事故るんで、影を飛ばしてみたいなのが主流になりそうですけど、そうすると悲鳴でぶっ込まれると割とわからんみたいなところがね、ちょっと響きは前やりづらいかもしれないですね。さあ、行きましょう。 B ブロックの決勝戦、 1P 側10米でねえや、ゴミクズの10米、 2P 側町の前です。さあゴミクズも655戦と結構やっている。稼働当初にね、実装当初に結構やってたんですが、両氏はその試合数を1週間で抜いてしまうと。ありがとうねシカ2みたいな、感じになっております。シカ2でね対戦相手には困らんでということで、1日100試合ペースでね対戦を積んでおりまして、あっという間に強くなった感じですね。さあ熱戦がからここでチャレンジに入ります。あのメッセンガーね、スカルと非常に、隙が出なくて危ないんですけど、当たる分には問題ない。さあ球を打って限定していくが、らしい、スカってるところに垂直ジャンシーが刺さる。いやーさすが、ここはどんなところでもちゃんと 100% コンを決めていきますね。一旦あのモードに入っちゃえばコンボミスはしづらいとはいえ、さあさすがきちんといったところか。見えからちょっと歩いて投げ落として、さあ B の構えからのキャンセル下段、これが挟って、さあこれさっき投げを見せたところでもありますが、ぐちゃぐちゃしていきます。さあ展開が早いぞ。ループから、これはミスってるっぽいんですけど問題ないといった感じ。さあどうする、ここはチャレンジに入ります。おっとジャンシー当たるが、ちょっと立ち入り刻みすぎたか。これは持っていって立ち入り起こすが、これはうまい。バスト 2C にバストを合わせていく。さあジャンシー早出しでコンボを決めていくが、あっとこれは前の対空がジャンシーに潰されてしまう。さあどうだ、これは入んないぞ。欲張った。さあ2択を仕掛けに行きましたが、これはどうすればラッキャンで動いたところ、いい刺さった感じ。11でファイナルラウンド。さあこの早出しジャンシーがなかなか強いですね。前も言ったかもしれないですけど、ああいう二段切りのワンボタン二段切り技はね強いって相場は決まってるって。さあ烈刀山はガードされてもそんなに隙がないといった感じ。さあこれは3段目打ち切り、3段目指導が痛い。さあそしてここでコンボ見せるんですよね。絶対やると思っても槍を打った時点で何となくやるやんかしましたけど、 100% コンではなくアストラルに行こうとしたか。あっそう、さあ CAC 普通に来て、勝利したのは町の前。 B ブロック代表に決定戦おめでとうございます。